それでは実行委員会をの方から、今の平和大会に向けての準備状況を、千坂事務局長の方からお願いいたします。どうも皆さんこんばんは。ご苦労様です。歴史に残る首都東京での日本平和大会を成功させようと、まあ、いうことを東京 の実行委員会の皆さんとですね、一緒に取り組んでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでも情勢についてはもう小泉さんが語ってしまったと、まあ、いうことを前提にして、それでどういうふうな平和大会を今年やってこの東京でやっていきたいかということについてですね、実行委員会で今議論されて準備されていることについてご報告をしていきたいというふうに思います。まず一つ最大の方向はですね、皆さんのお手元にプログラムの裏のページに今年の平和大会の成功の呼びかけという呼びかけ文が入っておりますけれども、ぜひそれをお読みいただきたいというふうに思います。でそこにこういうふうに書いてあるんですね。一番最後の段落塊のところですが、首都東京で開かれる2012年日本平和大会は、日本の現状に疑問や憤りを持つ全ての人々と共に、異常な日米関係を正し、米軍基地も日米軍事同盟もない平和で安全な日本を作る展望について大いに語り合い、考え、学び、交流し合う場としていきたいと思いますというふうに書いてあります。ここに今年の平和大会の最大の眼目があるというふうに思うんです。今お話の中でありましたように、沖縄の問題をはじめとするこの米軍基地の問題では、本当に怒りがもう沖縄を中心にして今全国にこう広がっているという状況があります。それだけではなくて、TPP の問題、消費税の問題、そして原発の問題、そういうふうな点で大運動が国民的に広がっている。でその中でこの異常な日米関係、やっぱりおかしいじゃないかという声がですね、いろんな面からこう広がっているというのが今の最大の特徴ではないかと思うんですね。したがって私たちはそういうふうなこのおかしな日米関係正さなければいけないんじゃないかと疑問に思って、行動に立ち上がっている全ての人々を平和大会に結集して、一緒になってこの状況を変えていこうじゃないかと、その声を上げていく、そういう大会にしていきたいというふうに考えています。で平和大会の実行委員会としては、そういうさまざまな人々とともに、今小泉さんが最後に強調されましたけれども、この状況を打開していくためには、やっぱり日米安保条約廃棄しかないと。日米安保条約を廃棄してこそ平和で豊かな日本とアジアが実現できるんだという、その展望というのを大いに学んで、そして示していって、そしてその日米安保条約廃棄の世論を大きく広げていく、そういう力をつける大会にしていきたいと、まあ、そのことを目指す大会にしていきたいというのが最大の今年東京である大会の狙いだというふうに思っております。でそのためにさまざまな企画の準備を今しております。一つは皆さんのお手元にこのチラシがいってると思います。これは第一次チラシで、もう少し詳しいチラシを今また準備して、世界大会までには作っていきたいと思いますけれども、大体今 の考えられている、準備されている企画の方向性というのは、それを見れば分かるようになっております。一つは分科会やシンポジウムですね、東京の皆さんのいろんな知恵や力も結集してですね、面白いものを多彩に作っていきたい。でその今準備されているいろんなテーマがビラの右下の方にと書いてありますけれども、今言いましたように、基地の問題は当然ですけれども、それだけじゃなくて原発の問題とか TPP の問題とか消費税のや社会福祉の問題とか、核兵器の問題とか、そして今東京で起こっているレンジャー訓練やの問題など、自衛隊の動きの問題とか、さまざまな角度から今の日米関係の問題を考えて、安保の問題をしっかりと学ぶというですね、そういうふうなものを作っていこうと。で東京ならではの企画として、やっぱり東京のいろんな中にある基地とかですね、戦争の東京大空襲の傷跡とか、まあ、そういうふうなこともフィールドワークでいろいろ学びながら、
そういうことも考えて企画を作っていこうというふうなことを今一緒になってやっております。それからあと全体集会もですね、全体集会は11月の24日日比谷公会堂で、2500名規模でやっていこうというふうなことで今準備をしているわけですけれども、ここでも今言ったようにもう安保破棄だっていうふうなことでもう頑張ってる、そういう人たちが全国から集まりますけれども、それだけではなくて多くの今の状況の中で新しくやっぱり今の日米関係安保について疑問を持って立ち上がろうとしている人たち、そういう人たちも参加するようなそういう全体集会にしていきたいというふうに考えております。でそのために第一部としてですね、今目指しているのは、一つはやっぱ沖縄からこの状況の中でやっぱり安保はなくさなければいけないというふうな声を上げている、その先頭に立っているのは宜野湾市長選挙や県知事選挙でもですね奮闘された伊波洋一さんだと思います。伊波洋一さんが参加して沖縄からの声を伝えるというふうなことは今決まっております。それから元外交官の方でですね、今の日中関係こういうふうな状況じゃもう日本は孤立するばかりだと、そういうふうなことでいろんな疑問を持って声を上げている方も生まれております。そういう形も大いに参加していただいて訴えていただこうということも今努力を進めております。それから TPP の問題ですね、それから消費税の問題など暮らしの問題でやっぱりこの日米関係でいいのかというふうなことで、農協とかですね医師会とかいろんなところでこの日米関係に対して声を上げている方も生まれているわけですけれども、そういう分野からもぜひ声を発していただく方に登場してもらおうということで今努力を進めております。それが一つの大きな方向です。それから国際的な連帯を広げるという点での取り組みですけれども、この点ではやっぱりアジア太平洋の平和をどうやって実現していくのかということをですね、アジア太平洋で平和を目指す運動をしている方たちに集まってもらって大いに議論を深めていこうじゃないかというふうなことをやっていきたいというふうに思います。それが1日目の11月23日に行われる国際シンポジウムです。でこれは平和大会の歴史始まって以来の規模で500名規模の国際シンポジウムをやっていこうというふうなことで準備をしております。それで今パネリストの方、海外代表の方がだんだん決まってきておりまして、今決まっているのは一人は皆さんよくご存知のアメリカのフレンズサービス委員会、フレンズ奉仕委員会ですね、のジョセフ・ガーソンさんですね。でこの方はやっぱりアメリカの戦略とそれから平和をどう実現していくかという運動論でもアメリカの中でも最高の論客だということで駆けつけていただきます。アメリカはちょうどその頃大統領選挙が終わって直後の時期でありまして、大統領選挙の結果を踏まえながらアメリカの情勢やアジア太平洋の情勢について大いに語っていただくというふうなことになると思います。それからもう一人がフィリピンの大学の先生でローランドさんという方で、ちょっと自分の字が読めなくなります。でこの人はですね、今年は平和大会が11月23日か24日5日に開かれるんですが、11月24日がですねフィリピンのスービック海軍基地とクラック軍基地が撤去された日から20年目の日なんですよね。でその日にちなんでということで私たち平和大会東京でやるわけですけれども、このローランドさんという方はその20年前に米軍基地を撤去する先頭に立ったフィリピンの上院議員の顧問もやってその運動に深く関わった方なんですね。フィリピンのこの反基地の戦い、平和の戦いでは最高の論客だというふうに言われている方です。その方が来ることが決まっております。それから今沖縄と結びながら基地強化が進められようとしているグアムで基地強化反対の戦いの先頭に立っている弁護士さんも参加するということが決まっております。あと韓国、これを吉田さんと一緒になって決めていきたいというふうなことで4カ国から代表が来るというふうなことで、あります。それから ASEAN のですね政策、平和の政策を進める先頭に立っている政府の代表、ここからも来ていただいてすごいどういう思いで今 ASEAN の
平和共同体づくりという政策を進めているのかと、そのことについて大いに語っていただこうということで今努力を進めております。そういうふうな点で国民の関心事であるアジアの平和をどうやって実現していくのか、北朝鮮や中国の問題なども含めてどう解決していったらいいのかということをですね、大いに議論し合う平和大会にしていきたいというふうなことで準備を進めております。それから3つ目が今お話しあった横田基地など首都と首都圏のですね基地の異常さ、これをみんなでしっかりと学び合ってそれに対する反対の行動を広げていく、そういう大会にしていきたいと、いうことです。後で横田からの報告もあると思いますけども、最終日に横田でですね横田基地行動を大規模にやっていこうというふうなこともその点で計画をしております。それから最後にもう一つ重視してやっていきたいのは青年の結集ですね。やっぱり首都東京でやるということで、なんといっても日本全国で一番青年が多いところだし、で青年のエネルギーもさまざまな形で広がっている、その青年の皆さんがこの平和大会に大いに参加して平和の力をもっともっと広げていくような、そういう大会にしていきたいということで、今青年の実行委員会も作られて東京と中央でですね何回も議論をして準備をしてますので、その青年の皆さんからも後でこんな取り組みをしていきたいということでお話をいただければと思います。そういうふうな安保の展望、安保破棄の展望をみんなでしっかりと確認し合って、そして安保破棄の世論を広げていく、そしてアジアの平和を実現していく展望を作っていく、そういうふうな大会に青年も結集していく、首都東京の基地の戦いも発展させるというですね、そういうふうな大会にしていきたいというふうに思いますので、ぜひ一緒に頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。取り組み状況についての報告がありました。